スプリングブラシレスクラス決勝 B メイン5分間の周回レストになります。さあ手を振ってる場合じゃないですよ。それではスタートします。スタート5秒前。さあ綺麗なスタートをしましたね。ツーリングブラシレスクラス B メイン。さあ千葉ジムはいきなりコンビかんだぞ。あのまま走るか、ピットエリアに入って直してくださいね。直すんなら。さあ走りに影響はないように見えますが本当はあるんでしょう。さあでもトップ追い詰めてるぞ千葉ジン。千葉ジンじゃねえ、ジェシーさあ、あ、回った。はい、さようなら千葉ジン。はい、トップを走るのはサクさん。そして2番手が、コンピューター上では今までにジェシー。3番手が DKK、 4番手佐藤雄一、5番手が王で高文。さあコンピューター上ザクザク JC の順位が落ちてくるぞ。どこまで落ちるか。9番手来てくる。はい、トップ走行してる中あるのサクさん、ゼッケン1番ですね。そして2番手に上がったのが、3ナンバー5の DKK。 そして、スタート失敗してしまった佐藤隆一が3番手に上がってきております。1分経過。さあでもベテラン JC はこっちの追い上げと思ったら一人ぶつかってますからね。はい、さあ仲間の爆笑を勝ちます JC。 さあ前景1番のサクさんがトップを走行中。ただいまインビューがあります。白とグリーンとブルーの淡い色のボディですね。でこれがトップ、今ストレートしてます。これがトップのサクさん。そして2番手佐藤隆一が絶景2番。時間の2分経過。残り3分。さあサクさんと、佐藤隆一2番手の差が1秒3ですね。そしてその後ろ約2秒後方に大出高文が3番手を走行中。4番手が DKK。 DKK は3番手の大出選手と約 1.7 秒差かな。2分30秒経過。さあクラッシュしたのはゼッケン3番。ゼッケン3番は JC だ。なぜ JC がクラッシュすると悲鳴なんだ、黄色い声。さあサクさんがトップをアプリだけなく、あ、ちょっと危ないな、スキットゲルタにしてますが、トップ走行中。ただいまインフィールドに入った白、グリーン、ブルーのボディ、非常にグリップしてるように見えますね。サクさんの車が今バックストレート走行中。さあ時間の方は3分15秒経過。さあ1でクラッシュしてる、注意してくださいね、インフィールド。はい、ありがとうございます。クラッシュしてしまったらゼッケン4番の太陽。さあ太陽は車に影響がない模様ですね。おっと、ハイスタイル起こしてる、どうだいいか。3分30秒経過。さあ順位を整理しておきます。トップがサクさん、2番手佐藤隆一、3番手大出高文、4番手伊藤、5番手 JC、 6番手高さん、7番手石川、8番手 DKK、9番手太陽、そして10番手飯塚克也となっております。さあトップのサクさんと佐藤、2番手の佐藤隆一との差は 1.5 秒。ワンミスで順位変わってしまう可能性がある。さあゼッケン7番クラッシュ、ゼッケン7番の石川。さあしびれる戦いを続けます。サクさんと佐藤隆一、その差は 1.2 秒。さあ今トップを走るサクさんがこれから大周出てくる。そしてその後ろにいるのが佐藤隆一。ストレートをトップの2台が走行。さあなかなか順位を、その差を縮めることができない佐藤隆一。さあ残り20秒。
ゴールと言われるまでサークルを続けてください。さあ、佐藤隆一を引き上げようなんとか頑張ったところ。タイム。ゴールと言われるまでサークルを続けてください。6番ゴール、1番ゴール、2番ゴール。さあ、このユニットトップでゴールしたのは絶対1番の3歳です。おめでとうございます。